ラベーラ初めてのスタンディングオベーション、よかったですね。本当によかった。このオリンピックのメダル争いのかかっているこのプレッシャーの中でここまでの演技ができるっていうのは本当にすごい。すごいですね。演技も良かったですし、そして続けてきて良かったですね。そうですね。世界チャンピオンになって一度はもう引退を決意した荒川ですが、1年をかけてトリノを目指す決意をし直して、そして本当に最高の状態で仕上げてきました。僕も9年前から荒川さん見てますけど、最高ですね。公式練習の時も毎日毎日日に日に良くなっているのが目に見えましたよね。そしてこのオリンピックの雰囲気を楽しむ余裕もありました。トリプルルッツ、ダブルループ、これがまず一番最初のコンビネーションですね。はい。そしてこの今日の時点でサーシャ・コーエンも滑ってますし、トリプルサルコーからトリプルトーループでいつも練習しているんですが、はい、ダブルにしました。これは非常にいい決断だったのではないかと思うんですが、はい、それは確実にメダルを取りに来たと。そうですね、はい、ただメダルの色をどの色にするかということになりますと、はい、一つ途中でトリプルループが2回転になりましたし、はい、その辺がここですね、まあ、あのこの後に滑る選手の出来によってどうなるでしょうかという問題ですね。そうですね。ただこういった動きも、このイナバウアーの時にもう拍手がガーッと、もうね、空気をしなやかにしましたよね。しましたね。そしてこの時からもう拍手がずーっと鳴り合いませんでした。そして女子フィギュア初めてのスタンディングオベーション、本当にこうゆったりとゆったりと、これがステップですよっていうのをですね見せつけましたね。ショートプログラムの時にも5コンポーネンツのうちスケーティング技術はトップ、62点、そしてこれも63点、パーソナルベストを超えました。フリー 125.32、191点、トップに立ちました荒川。この時点でこの後スーリが滑りますので、日本選手がトリノオリンピックでメダルをもう取ることは間違いありません。これはスルツカヤに大きなプレッシャーです。点が出ない。トリノのオリンピックの女神は荒川静香にキスをしました。日本の荒川静香、金メダル。アジアで初めて、アジアの選手が初めて冬のオリンピックフィギュアスケートの頂点に立ちました。荒川静香、金メダル。サーシャ・コーエンが銀、スルツカヤ銅、そしてスグリ・フミエは4位、わずかにメダルに届きませんでした。荒川静香、見事な金メダル。金が取れると思って臨んだアルベールビル伊藤みどり、その伊藤みどりが金メダルを逃して銀メダル。それからまさに日本のフィギュア界、オリンピックの金という大きな目標に向かって動き出しました。その動きの中でジュニアの世代から優秀な選手を伸び山に集めエリート教育をする、その第一世代が荒川静香。ただ長野オリンピックで高校生で出場した時には早くもその強化の成果が現れてきたかと思われたんですけれども、しかしその重圧の中で荒川静香が思った演技はできなかった。
そしたらこの周りがかなり冷たい仕打ちをですねちょっとして、本人もすごく悩んで苦しい状況に陥って、でもスケートが好きだから上手くなりたいというその努力を始めて、そしてただスケートが上手くなりたいという一つの思いを毎日積み上げていって世界チャンピオンになった。そして世界チャンピオンになった後にもう競技生活から引退しようと一度は引退を決意したんですけれども、周りからやはりトリノを勧められて、自分も迷いながら昨シーズンは迷ったためになかなか集中できなくて、その思った成績が上げられない中で、よしトリノでもう一回必死になってやろうと決意を固めて、そして今シーズン本当にまあいろいろとですね各大会で負けましたけれども、その度ごとに新採点システムはどうしたら点が出るんだろう、それを本当にもうトライアンドチャレンジ、それをしてですねそれを積み上げて本当にこのトリノオリンピックにピークに持ってきましたよね。